回りました。行きましたか、はい、というわけで鈴木藤丸くんを、はい、お邪魔します。お迎えして、YouTube ですが、はい、まあ、改めてあのこれ今運転してないんで、はい、車上だから駐車場なんで、はい、シーベルしてないけど、はい、シーベルよろしく頼むぜ、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今日は何でもお話ししたいことがあるということで、はい、前回格闘技のお話をしたじゃないですか、うん、あのタケル選手と那須川天心選手、うんうん、で、まあ、ちょっと違う団体の格闘技にも興味を持ってほしいなと思って、うん、僕に、はい、ありがたい山内くんにね、うん、であなたほらこういう場でもないと話聞かない、聞いてくれないじゃないそうなの、はい、そうなのか、だからプレゼンさせていただきたいなと。そうそう、まあ、じゃあ聞くか、まあ、聞くだけ、こういう場だからな、ね、はい、お願いしますよ。あ、まあ聞いてやるよ。そうそうそう、もっと要は深いところに引っ張っていきたいなとほうほうほういう話です。まあでもボクシング経験やってる人ですから、はい、格闘技はもう全然僕よりもねちょっと上ですからあれ、うん、あ、拳作ってるの、しゅうちゃんはひょっとして。いや、これ別にあの自然だけど、まあ、固めっすよね。固めだよ、ね、固めで、うん、はい、拳作ってるよ、はいはい、壁をバンバン殴ってそうなんだ、固くしてる。これ視聴者の人も拳は、まあ、固めっすよね。何拳つくあるなのそうですね、ボクシングやってるから。僕結構ミット打ちとかやってても拳硬いねって言われる。ああ、じゃあそう、はい、じゃあ僕よりも硬いね。俺も硬いですけど、ね、どうなんだろうねでも、あ、もうじゃあちょっとやってる人っぽいこと言ってもいい、うん、まあ、でもね、痛いパンチとやっぱ効くパンチはまた違うんですよ。これまた違う、まあ、硬いと痛いんだけどね、効くパンチとはまた違うんです。どういうパンチが効くんですか。どういうパンチが効く、うん、それまたちょっとこれ、まあ、話それちゃうか、話それちゃうんだけども、はい、でね、そう、で僕が今日ちょっとプレゼンさせていただきたいのは、うん、まあ、UFC という団体です。アメリカの、アメリカの、はい、アメリカの総合格闘技です、うん、はい、で、まあ、うん、誤解を恐れず言うと、うん、まあ、ちょっと荒い言葉になってしまうんですけど、一番何でもありに近いというか、肘打ちとかもありです、うんうんうん、そんで、まあ、だ男と男が本能をぶつけ合うようなそういう試合が多いので、うん、結構エキサイトする、うん、見てて、で、すごく楽しいから、ぜひね、ちょっとプレゼンさせていただきたいんですけど。勉強したい、勉強したい、はい、で今日は魅力ある選手が多いんですよ、その UFC っていうのは、うん、全然詳しくない、そんなに、うんうん、本当にチラッと。そう、だからちょっと有名選手っていうか、はいはい、を紹介させていただきたいなと、はい、みんなもじゃあ勉強しましょう。これね、そう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 、もうみんなもそう、まあ、楽しんでくれたらなと思って、うん、まあ、喋ります、うん、はい、そうで、 UFC っていうのはどんな団体かっていうと、一言で言うとお金をすごく持ってます、うん、はい、コロナ自粛中も無観客ライブを、無観客試合を、うん、平気で、あ、やってたね、うん、2、3本できちゃうような、それぐらいお金を持ってます。で、まあ、これ、まあ、世の中のね、断りといいますか、このすごいスキルを持った選手とか突出した能力のある人ってやっぱりお金がある団体に集まっていくじゃないですか、うんうん、だから一言で言うと天才が多いんですね。強い人が集まるのが UFC、うん、UFC、うん、で、個性あふれる人も多いから、うん、結構ね、選手を知るだけでも面白いと思う、うん、例えば UFC のヘビー級チャンピオン、うん、ヘビー級っていうと一番重たいクラスの体重の人、うん、でもこれはいわば世界最強の男と言っていいわけですよ。ヘビー級、うん、UFC のヘビー級チャンピオンこそが世界最強の男と言っても過言ではないと、うん、どうですか、同じ男として気になりませんか、この世界で最も強い男ってどんな人か。気になるよね。気になるでしょ。気になるね。気になるでしょ。気になる、うん、男ってそういうもんじゃないですか。男ってそういうもん、うん、思ってる。いや、本音を言うと、うん、俺結構スピード感がある選手好きだけど、うん、でも UFC についてそんな詳しくないから、うん、ヘビー級は気になる、うんうんうん、でしょ、うん、これなんと現役の消防士さんです。そうなの。そう、面白いでしょ。もう面白い、もう面白い。そう、背中に漢字で強力型戦闘機ってタトゥーが入ってんだけど。漢字で、漢字で弱そう。かませっぽいでしょ。かませっぽい。でも世界最強です。そうなんだ、うん、そうそうそう。
もう面白いでしょ。面白い。世界最強って感じで掘ればよかった。そうだね。そこは強力型戦闘機って。なるほど。強力型戦闘機。そうそうそう。そんな日本語ないですか、ね、そうそうそう。世界最強の男にもう日本語のタトゥーが入ってんだ。うん、日本語のタトゥーが入ってる。ちょっと見てみたい。うん、見てみたいでしょ、うん。現役の消防士さんで。そう。かっこいい。そう。ヒーローだ。そう。地元とかの人気も熱いし、子供から取ったらもうヒーローですよ、本当に。うん。そうそう。で、人格者ですし。そうだろうね。うん。で、いろんな、まあ、そういう選手がいるんですけど。それ、ライバルさ、現役のなんか、うん、その、放火泥棒みたいな出てこないの UFC の前で。現役の放火泥棒対、放火魔対。放火魔消防士とか。ちょっとそれは今のところいないですけど。ソウルマックマネ、うん、でも、リングでやり合うのよって話じゃない。ね、警察呼べよって話じゃない。うん、そうそう、まあそういう選手がね多いんですよ。個性派だ。そう、打撃を一切やったことないんだけど YouTube で打撃を覚えて未だ無敗のライトヘビー級チャンピオンとか。へえ、うん、独学でそういう漫画みたいな人が多いんですけど、今日紹介するのは、うん、そうだな、まあ一番の人気選手。人気選手、はい。でこれ総合の格闘技の選手で、うん、世界で一番稼いでる、うん、方ですね。ほうほう、はい。で現在ウェルター級のチャンピオンです。ウェルターって重いの？70キロぐらいかな。あ、結構あるね。うん。でこれすごいことなんですよ。ウェルター級の選手が一番人気って。うん、なんでかというとアメリカではぶっちぎりやっぱりヘビー級の試合が、体が大きいしね。そう、アメリカ人の人。そうが一番人気なんです。その中で70キロそこそこの選手が一番人気っていうのは、うん、これはすごいことなんですけど、うんうん、これコナー・マクレガーっていう選手なんですけど。うんうん、ヒゲもじゃで、うん、で胸と背中にイカついタトゥーが入ってて、これもまたねかませみたいな見た目なんですよ。コナー・マクレガーはまあ知ってるけど、うん、あのなんて言うんだろうな、センスないタトゥーですね言っちゃうとね、そうだね、ハリウッド映画のマフィア役とかで出てきて、そうそう、最後絶対すぐやられそうな、最後絶対そうそう、そういう見た目にもかかわらずめちゃくちゃ強いっていう。体そんな大きく見えなさそうだけど、まあそこ70そんなもんか、うん、はい、名前は知ってますもん、うん、超有名選手、有名選手ですからね。あのメイウェザーともエキシビジョンやってます。あ、そうなんだ。そうです、うん、それはボクシングルールで、ボクシングルールで8ラウンドぐらいまで行ってました、はい、すげえ、うん、いやまあメイウェザーが遊んでくれたっていうのもあるんですけど、まあ、すぐ終わっても面白くないからって。そう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 、まあ、それぐらいの人、それぐらいの人です、うん、はい。でなんでここまで人気かっていうと、うん、まあ彼のカリスマ性だったりとか、もうサクセスストーリーがねすごくこう、これは興味が湧くと思うので、うんうん、ちょっと喋らせてもらいたいんですけど、うん、で、まあ、なぜ人気が出たのかというと、もともと勝ち星の多い、まあ、そこそこ人気のある選手でした、コナー・マクレガーはね。である時65キロ の, あのフェザー級のタイトルマッチをかけてチャンピオンと、まあ、戦うことになるんですよ。挑戦したんです。挑戦したんです。コナー・マクレガー、はい、チャレンジャー、はい、で圧倒的不利と言われてました、うん、っていうのは、まあ、テクニックもスピードもパワーも相手選手の方が上で、まあ、ちょっとコナー・マクレガー選手は分が悪いだろうと、うん、言われていました、それで、まあ、にもかかわらず勝つんですね、うん、で勝って見事に、まあ、フェザー級のチャンピオンとなるわけですよ、うん。でその時の勝った後のマイクパフォーマンスもまたかっこいいんですよ。カリスマ性があるというか、あのコメントが、大晦日に判定ダメだよ KO じゃなきゃゴミ高乗りみたいなそう、そんな感じ。うん、あの勝ったマイク、そう、マイクパフォーマンス、それ醍醐味だよね。勝った後何言うかね、う、何言うか、みんな注目する中、確かに、いや相手の選手はパワーもスピードも自分より上だった、しかし、お、うん、しかしね、クイズにしたいね、はい、しかし精度はパワーに勝り、タイミングはスピードに勝る。でアイルランド人なんですけど、そうだよね、はい、アメリカ人じゃないよね、アイルランド人、はい、アイルランドのみんな、俺たちはやってのけたぞって言ったし、うわーってなる、かっこいいでしょ。アイルランド人になりたい、うん、今だけアイルランド人のみんな、かっこいい、かっこいいでしょ。そう、世界の頂点を取ってそれだもんね、うん、俺たちはだよ、俺はじゃない、俺たちはやってのけたんだと、かっこいい、うん、かっこいいでしょ、かっこいい。でもね、まだまだここからなんですよ、かっこいい、うん、フェザー級のチャンピオンでそれになるんです、コナー・マクレガー、うん、65キロ、はい。で次ウェルター級70キロのチャンピオンも目指します、うん、はい、体重を上げてね、筋トレして体重を上げて、はい。で70キロの
あの試合を、まあ、人気選手なので組んでもらえるようになって、うん、で初めて70キロのじゃあ選手とやりましょうってなった時に相手が怪我で試合が流れちゃったんですよ。あ、しょうがないね、はい、残念だけど。なんとかやらせてくれと、他の選手でいいからほうほうってなった時に77キロの選手しかいなかったんですね。相手が70キロと77キロでえらい体重差で、もう試合にならない、大人対子供みたいなことになりかねないね。そうです、はい、もう階級差っていうのはすごく大事ですから、大きいですから、うん、別の動画でも言いますが、うん、もっと1キロ違うと大変な差、うん、プロのね、うん、一生懸命トレーニングしたプロの中で1キロとか何百グラムでもうえらい差なのに、うん、7キロっていうのはもう、うん、え、どうすんのそれ。70キロって試合できなくて77キロの相手しかいないんでしょ、うん、はい、どうすんの。やりますって言います、コナー・マクレガー選手。なぜ Why? Why? それも彼の懐の広さでしょうね。それでこっからがドラマがあるんです。なんと試合が始まってみたらコナー・マクレガーが優勢に試合を進めていきます。ほうほう、各ラウンド取っていきます。で、あと一歩のところで最後判定で負けてしまうんです。あ、負けんだ、はい、すごいことだけどね、判定まで行ってるのがね。そうなんです。7キロ差あったら1ラウンド KO でしょ普通は、負けてる。普通はです。それでもすごいからもう言っちゃえばスタンディングオベーションですよ。いや、よくやったと。ところがコナーマクレガー本気で悔しがります。あ、うわー、なんだと、これはリベンジさせてくれと。うおー、マジっすか、はい、同じ体重で変えないまま。え、どういうこと。77で次リベンジするから当然期間があるわけなので、うん、相手に体重を落としてもらうなりして、うん、合わせることが可能なわけです、ね、それが一番フェアだよね。それが一番フェアです。ただ今今日の試合と同じ状況でやらせてくれと、コナー・マクレガーそれでリベンジさせてくれと言います。いや、はい、俺だが UFC の人だったらダメダメで、うん、ところが、はい、ところがリベンジするんですね。かっこいい、もうそれだけでかっこいいですよ、はい、その体重差で、うん、そして次は勝ちますなんと漫画だよ、漫画でしょ、勝つのよ。もうそうそう、はい。で UFC ってなんかね、アメリカのテレビって基本そうらしいんだけど、 UFC もね地上波ではなくてケーブルテレビみたいな、そうだよね、なんか一大会一大会視聴者がお金を出して買うっていうシステムなんだけど、うん、あの UFC 史上一番まあ視聴者がその、うん、なんか買った数が多い試合がそれになります、うんうんうん、でファンの人にアンケートを取っても25年間で一番最高の試合と言われるのがそのリベンジ戦、コナー・マクレガーの、はい、それでまあ勝つんですね、リベンジを果たして。稼ぐね、はい、で彼は、65キロの、フェザー級のチャンピオンのまま、そのまま乗りに乗って70キロの、チャンピオンにもなります、うんうん、で65キロのフェザー級のチャンピオン、現チャンピオンであるまま一つ階級 の、 あのウェルター級のチャンピオン2階級制覇、うん、これは史上初です。初、はい、UFC 史上初です。2階級制覇をした選手は4人ぐらいいるのかな、うんうん、4、5人いるんだけれども、現役あの要はタイトルを2つ持ってる、あのそのままチャンピオンのまま次の階級のチャンピオンになったっていうのはコナー・マクレガーが史上初です、うん、はい、これがまあ人気の一つと言われる、そうカリスマ性とサクセス性のある彼のドラマあるね、ドラマあるでしょ、うん、そうドラマがあるんですよ。しかも自分で生み出してるドラマだからね、これはすごいのが、うん、で UFC をもう彼は引っ張ってってる看板選手なんですけど、うん、まあ、だ K1 でいうタケル選手と思ってもらえば、うんうんうん、はい、でタケル選手といえば誰を思い浮かべます、同じ団体でだとしたら、ライバルとして、ライバル、うん、同じ団体でっていうと最近だと江川祐希選手だけど、うん、やっぱあのまあオフィシャルな感じで言うと、まあ、浩二選手だよね、うん、あのもちろん UFC にも、まあ、あのコナー・マクレガー選手をタケル選手とするならば、うん、浩二選手的な人がまた今度出てくるわけですね面白い会見するのかなあ、これがまたね非常に面白いんですけど。マジですか、はい、浩二選手記者会見面白いよね。そう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 、これは本当面白い、あのロシアのヌルマゴメドフっていう選手が今度現れるんですね。ヌルマゴメドフっていう、ヌルマゴメドフ、はい、サンボの選手なんですけど、サンボってなんだっけ、まあ、軍隊かなんかがやる、そうですね、はい、ロシアの軍術格闘技が元となった、うん、彼はね悪道って感じです、うん、
悪ヒール、うん、そうそう、結構挑発とかも立ちが悪いというか、はい、まあその立てちゃいけない指立てる系の人だ。そうですそうです。でちょっとこう人種的なことを言ったりとか。ああまあね、うんうんうん、あのいるよねそういう選手ね、はい、もちろんコナー・マークレガーはチャンピオンだから頂点なわけですよ、うんうん、そこにみんな挑戦したいので挑発はします、うんうん、でもちょっと彼の挑発は色が違うというか、まあ、例えば俺はロシア人だから1億6000万人の頂点だと、うんうん、でもコナー・マクレガーはアイルランド人、たかだか600万人の頂点だと。なるほどね。俺がなぜコナー・マクレガーと戦いたいか、うん、チャンピオンだからじゃない、彼と戦う試合が一番楽だからだと。あそういう挑発をする。あちょっとトンチが効いてるよね、うん、あの若干人種差別的なことが入ってるのかもしれないけど、なんかちょっと絶妙なトンチというか。そう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 、ウェットだよね。そうそうそう。あ、であのとあるブラジリアン柔術をやってる選手との試合の時にはあの T シャツに三歩を簡単にすると柔術になるって書いた T シャツを着てリングインしたりだとか。日本語で書いてんの？いや日本語ではないんだけど。ロシア語かなんかの、うん、まあ、我々柳沢くんはね、過去にあの某ファーストフードの CM のオーディションでクソして寝ろっていう、とんでもないよね、入った T シャツを着て、オーディションに挑もうとして、あの君食品系の会社の CM でそれはないよって言われたことは、そうそう、制作会社の人に怒られた。下のコンビニで白いシャツ買ってきなさいって言われてさ、普通さクソして寝ろって T シャツ着て行ったらさ、いやうるせえよと、そのまま行くぜって尖ってるから行くじゃんオーディション。でもあいつはそこはなぜかはいって言って下のコンビニで白い肌着のシャツ買ってきて、はい、手法はそれと一緒です。あ、はい、じゃあなんか面白いね。彼はね無敗なんですよ、ヌルマゴメドフ選手は、うんうん、で無敗のまま、まあ、マクレガーに挑むんですけど、でヌルマゴメドフ選手は当然 KO 勝ちだけじゃなくて判定勝ちっていうのもあるんですよね、うんうん、判定っていうのは UFC はメインだと5ラウンドあるんですけど、5ラウンドか、1ラウンド目はポイント取った、2ラウンド目は落としちゃった、でも3ラウンド目は取った、うん、でこうラウンドのポイントが多い方が勝ちになるじゃないですか。各ラウンド落としたことがないんです。え、一つのラウンドも。じゃあ KO 判定とはいえ全部取ってる。全部取ってる選手、はあ、すごいね、うん、KO だもん実質。そうで、めちゃくちゃコナー・マクレガーと仲が悪いです。まあでしょうね、はい、喧嘩にも何度もなってます。タケル選手とコージ選手っぽいね。そうそうそう。それでついに2018年マクレガー選手とヌルマゴメドフ選手は戦うんだけど、うん、これもまたね神のいたずらというかドラマがあって、マクレガー負けてしまうんです。いやー出会ってほしい、漫画としてはそうよ、うん、ただヌルマゴメドフ選手も、まあ、判定勝ちなんですけど、うん、初めてラウンドでポイントを落とす、うん、まあだからなんとか勝った試合、うん、そうドラマあるでしょ。ある。またここでマクレガー悔しいね。そうマクレガー悔しいでしょ。だ今後の活躍に期待なんだけど、こうねドラマがとにかくあるんです、うん、UFC は。で面白い選手もいっぱいいるんで、そうぜひ。でねワウワウでしか見れないんだけど、うん、あの UFC ジャパンっていうあの一応公式の YouTube アカウントがあるよね。あるんですね、うん、そうだからあのちゃんと見れるんですよ。明治愛とかアルファベットでねちゃんと名前入れれば、うん、マクレガーとかだったらカタカナでも検索引っかかるかもね。出ますね、うん、なのでぜひねこれはちょっと見て、わーちょっと勉強しよう。ハマってくれたらこうもっともっとね語れることが多くなって面白いんじゃないかなと。もうなんか日本だけじゃなくて